あれ？しかし、本当に大丈夫か？大丈夫だ、俺がついてる。幽霊がついててもな。だから妖怪だ。つうか俺はお前の心配してんだよ。大丈夫だ、新幹線の窓際はちゃんとお前に譲るから。何の心配してんだよ。ん？こういうの心配してんだよ。なるほど、そっちか。あ、新井先輩、戻ってたんですか。あ、お疲れ。どこまで終わりました。あとはこの前言った新しい部分で終わりだよ。ああ、あれですか。うまくいってるんですか。面白い情報いっぱいだ。新聞にこの学校の噂を載せるって言い出した時はどうやってやるのかと思いましたけど、まさかチャットを作って噂を集めるとは考えましたね。だろ。で、第1回は何を載せるんですか。この幽霊の話が面白いかなって思ったんだけど、そのまま使うとこのチャットの目的がバレちゃうから、こんな風にしてみた。なるほど、物質島の妖怪。そういえば盗難の犯人分かったんですか。オカケンが犯人だって誰かが言ってましたよ。オカケンだったんですか。あの人たち図書館でも何かやらかしたそうですよ。水素で何がしたかったんですかね。まあちょっと変わった人たちですからね。ですね。何もない毎日。確かにその通りだ。例えば今日は変な奴らに絡まれたくらいで、あとは本を読んでいた。どこにでもある日常だ。でも巡り巡って偶然できた奇跡のような退屈な毎日。ちょっと面白いじゃん。俺の日常はどこの誰とつながっているんだろう。そんなことを考えながら今日という日が終わっていく。